車の話坂戸店のコーナーです。始まりました。今回は一人です。どうも山中でございます。今回はですね、アヘッドの在庫車紹介ということで、じゃじゃーん、ルノールーテシアお持ちさせていただきました。こちらのお車、ルーテシア、普通のルーテシアではなくてルノースポールのシャシーカップという、グレードになります。何が違うかっていうと、通常の、ルーテシアを、少しスポーティーにしたお車が、ルノースポールのシャシーカップと呼ばれるものになってます。ちなみにこのルノースポールのやつだとシャシーカップとトロフィーっていうのがあって、トロフィーはですね、もっとレーシングカー寄りの味付けになっていて、パワーも出てるし足回りも硬い、車高も低いっていうようなグレードなんですけれども、こちらのシャシーカップの方はまだちょっとマイルドな感じのグレードですね。ライバル車種でいうとフォルクスワーゲンのポロ GTI のような、形の車がライバルかなというような形となっています。さあまず外観を見ていきたいんですが、おしゃれです。ちょっとね、なんか虫っぽいようなね、顔面してるかなと思うんですけれども、結構ね、黒だとね、スタイリングがね、非常にシュッと見えておしゃれかなというふうに思ってます。あとはね、これもともと仕入れてきた時からそうなんですけど、柔らかいリップがついてます。これならすっても安心ですね。後ろのデザインがね、非常に美しいです。これもともとマツダのデザイナーさんがルノーに転籍してこのデザインされたっていうのをちょっと記事で拝見したんですけど、このね、後ろのデザインはね、とても綺麗です。下ろしてきたこのリアフェンダーのこの森っていうところが個人的には美しいなというふうに思ってます。で、結構ね、スポーティーなグレードだと最近はね、割と空力とかね、そういったのも重視している車も多いんですけれども、この車は意外とね、そういったところもなくて、ただ1個だけね、空力パーツついてるんですよ。ここにね、ディフューザーがついてて、ここで空気の流れを整流させてあげて、そのダウンフォース、要は空気の力で車体を押さえつけるっていう力を出してます。この車の8割のダウンフォースはこのディフューザーから出てるということらしいです。あとはね、最近の車だったらやっぱりおなじみのこのセンサーついてますね。これね、近くなるとピッピピッピなるやつです。ぶつからずに済みます。バックカメラは残念ながらついてません。後からつけることできるんでね、それはいいと思います。これのね、後ろチェックいきますかね。最近よく私乗せられてましたけれども、じゃじゃん、お、結構広い。車格的にはそんなに大きくない車なんですけど、結構乗りますし、何よりもね、これね、深いです。結構ここのね、トランクの開けるところからここの深さがね、多分15センチじゃ効かないんじゃないですか。これね、結構ね、深くて、これ物も結構乗ると思います。これね、リアシートも倒れるんですよ。開けよう、ほら、もうこれだけ倒れたらもうね、2人だったら旅行とかもう全然キャンプとかも行けちゃうぐらいの道具詰めそうですよね。かなり実用的だと思います。結構シンプルめな内装ですね。ただこのステアリング周りはパドルシフトがついてて、でもこのパドルシフト固定なんですね。結構ね、車、外車とかだとパドルシフトやっぱ一緒に動く車も多かったんですけど、これ35 GTR とかと同じで固定のパドルシフトになってますね。であとクルーズコントロールがついてますね。結構ね、最小限な感じのステアリングのデザインというか機能ですよね。最近の車だとたくさんボタンついてる車多いんですけど、この車に関してはかなり少ないですね、ボタンの数。そしてね、この赤いステッチがね、よりこうスポーティーさを演出してますし、あとね、これ見てください、シートベルト赤いんですよ。これテンション上がりますよね。これめちゃくちゃおしゃれです。これね、運転席、助手席、そして後部座席も全部これね、赤いシートベルトなんですよ。非常にね、かっこいいです。で、あとはこれね、今座ってみて気づいたんですけど、パッと見ね、結構ノーマルっぽいシートなんですけど、意外とね、このサイドかなりね、深くこう座れるようになってて、このサイドサポートもね、かなりしっかりしているので、これ結構ね、山とかサーキットはね、ちょっと分かんないですけど、かなりホールド感はあってね、これね、乗り心地いいです。結構ね、欧州車のシート合う合わないっていう方多いんですけど、このシートは日本人にも合いやすそうな気がしますね。ちょっとね、やっぱエンジンかけてみましょうね。で、見てください、これルノーの鍵、カードキー式です。ちょっと昔のマツダね、こういうカードキー式でしたけれども、
このカードキーを挿してエンジンスタートです。おお、やっぱスポーティーな音がしますね。ちょっと重低音が強いちょっと指導の音でしたけれども。おお、結構力強い音がしますね。このエンジンは10.6 のターボで200馬力出てるんですけど、これは日産の19ニスモと同じエンジンということで、まあ、結構ね、外車だとね、いろんなとこ壊れるかなって心配される方いらっしゃると思うんですけど、この車はまあ日産製のエンジンなので、まあ、そこはね、心配しなくていいんじゃないかなというふうに思います。まあ、それにですね、6速のデュアルクラッチのトランスミッションがついています。まあ、なので、変速スピードが確かね、コンマ2秒ぐらいということで、まあ、かなり、ね、速いスピードで、まあ、どんどんシフトアップしてくれるんですけど、さらに速くなるモードが存在しています。こちらのボタン、これね、 RS ドライブって言って、まあ、要はこれスポーツモードになるボタンです。なのでこのボタンを押すとルノースポールっていうこれライトが点灯します。そうするとね、ちょっと音も変わるんですよ。これなんか吹き上がりも軽くなったような気がしますし、まあ、あとはちょっとね、パラパラっていう音がね、聞こえますね。なのでちょっとバブリングするような感じの音かなというふうに思います。これね、本当はね、試乗に行きたかったんですけど、どうしても今回車検がない車ということで、ちょっとね、試乗は残念ながらできないんですけど、これね、この音の雰囲気とこのシートの感じからしてね、これはね、ワインディングで走ったら最高に楽しいんじゃないかなというふうに思います。で、あとね、まあ、ちょっとね、これフランシャあるあるなんですけど、結構ね、この辺りのディスプレイはちょっと小さめですよね。最小限しかないかなっていうふうに思うんですけど、まあ、ただこれ Bluetooth は使えるようになってて、これナビもついてますね。まあ、あとは結構ね、フランシャ多いんですけど、クルーズコントロール、これ追従の機能はついてないんですけど、普通のクルーズコントロールで、あとはね、リミッター機能っていうのがフランシャ結構ついてること多くて、これを押すとアクセルね、どんなに踏んでても例えば40キロだったら40キロでずっと走ってくれるっていう機能がついてます。なのでクルーズコントロールはずっとね、アクセル離しても一定のね、速度で保ってくれますけど、逆にこのスピードリミッターはアクセルをどれだけ踏んでもその速度で頭打ちになるような機能っていうのがついてますね。はい、改造車買取専門店、改造車買取本舗、高価査定、カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。エンジンルーム開けてみました。ダンパーでした。ちょっと驚きですね。はい、この車格にしては結構ね、ダンパーついてるのなんか豪華だなと思っちゃいますけれども、結構エンジンは今時の車ってね、割とカバーね、かぶってること多いですけど、この車は昔ながらのむき出しタイプですね。はい、まあ、余計なもの外さなくていいんで、整備性はいいかもしれないですね。はい、この車は、まあ、新井博樹以前乗ってたことがあるっていう風に聞いたことあるんですけど、まあ、エアコンがね、結構持病だっていう風に聞いてるんですけど、この車はエアコンバッチリ効いてました。はい、なのでね、まあ、今ね、暑くなってきました。今日の収録日30度この坂戸市あるそうなんですけれども、そんな中でもバッチリ効いてましたんで、ご安心ください。はい、というわけでこちらのルノールーティシア、ルノースポールシャシーカップ、ご紹介させていただきました。でも皆さん気になるのはやっぱりお値段ですよね。こちらの車ですね、平成27年式で、距離が68,000キロ、今車検がないお車なので車検を通させていただいて、総額80万円でご案内をさせていただきます。100万円以下でこのね、200馬力のターボのね、スポーツカーを乗れるっていうのはね、なかなかリーズナブルかなと思いますので、まあ、信頼のね、日産のエンジンも積まれてますし、ぜひ一度ご検討してみてはいかがでしょうか。アヘッドモーターサービスへのお問い合わせお待ちしてます。お知らせがあります。この度アヘッドモーターサービスでは新たに一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。
モータースポーツはじめ、まあ、チューニングもやってるじゃないですか、はい、うちら。そうですね、まあ、車両販売からさまざまな自動車事業をやる中でモータースポーツをいじった経験が普通にお客様にフィードバックされて、まあ、チューニングも含めて提案させていただいてるんですけども、うん、まあ、ぜひうちらのチームに入って一緒に働いてみませんかということで。はい、そうですね、はい、本当にね、AJRT の活動も通してですけれども、まあ、あとはね、テリーちゃんの車の話という、ね、そうですね、番組にもね、たくさんいろいろと協力もさせていただいてというところで、ここでしかできない経験皆さんありますので、ぜひね、振るってご応募いただきたいところでございます、はい、そして、ブレス、お、はい、板金塗装で、おなじみのブレスも一緒に、働いていただける仲間を募集しています。まあ、今もね、塗装部も板金部もね稼働していますけれども、まあ、そうですね、はい、みんなでね、やっぱり盛り上げていきたいなというふうに我々思ってますので、はい、一緒にですね、楽しく働ける仲間募集していますので、はい、ぜひこちらをクリックしてください。特に今年はですね、チャンピオン取りますからね、皆さんチャンピオンの位置になりませんか、はい、中古車買取ホット、車買取専門店、高価査定はプロにお任せ、お手軽スマホ査定なら最短5分、中古車買取ホットで検索。車のことならアヘッ、ガスタムカー中古車販売、買い取りならアヘッド。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。